神々がまだ幼かった頃のお話です。闇の女神はいつも暗く沈んでいました。そんな女神に光の神が興味を持ちました。どうして暗く沈んでるんだろう。光の神はいつも明るく輝いていたのです。光の神は女神に近寄りました。すると闇の女神は遠ざかるのでした。闇の女神は光の神が信じられないのでした。なぜ明るく輝いているのかしら。光の神は女神を追いかけました。闇の女神は光の神から逃げました。でも光の神の足はとても速いのです。すぐに光の神は女神に追いつき、背後から闇の女神を抱きしめました。哀れな女神は悲鳴を上げ、そしてそれが闇の女神の最後でした。あまりに強い光に照らされたため、闇の女神は消滅してしまったのです。光の神は呆然としました。わけがわからないのでした。そして失って初めて気づくのでした。闇の女神を愛していたこと。以来光の神はほんの少し暗くなりました。神々がまだ幼かった頃のお話です。